てか VTuber の間でスト6流行りすぎじゃない？ホロライブ村ちょっと強くないか？いやー歴史は感じたかい？ダルシムコーチング一言目ダルシムやめましょう。ドン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 。でもだから今思ったけど二次三次って強い人いっぱいいるんだね。スト6てか VTuber の間でスト6流行りすぎじゃない？もう俺ホロライブの人たちが連日やってんの見て、え、あれなんなん大会あんの？あれなんなん大会があるからみんなやってんの？はい。なんかさプラチナに行ってる人もいたしさ、振り向き昇竜出してるキャミーもいたし、なんかちょっとホロライブ村ちょっと強くないか？なんで俺の周りのユフナとかやんねんだよあいつら。ふざけんなよ。やれよ。ストリートファイターはエペ枠を取った。まあエーペックスが今本当になんか今やばい終わってるらしいからな。エペチーターもいればマップもゴミだしみたいな。 V スポにもスト6普及、ほらちょっとやっぱってなったらもうレン君と頑張って布教したいけどね。布教したいんだけどね。 V スポやってくんねえかな。スト6、アカリンにマリーザ、いやー歴史は感じたかい？いやー、レン君はあんまり自分から進める気はない。うわ、やってほしい。マジ V スポの人、スト6いつでもいつでもお待ちしております。いや V スポの人たちハマると思うけどな。スト6ランク大好きマンしかいないからね。だから全員で同じタイミングで、もうだから頼む、ストリートファイターさん V スポになんか格ゲーの案件振ってください。お願いします。 V サイスト6、うわやってほしい。頼む。まず渋春がハマんねえといけねえ。渋春スト6やらないか。クズハカップクが宣伝されてる。すげえ。おいクズハ、俺も出れるやつやってくれクズハ。正直奈良家のチームが一番強そうではある。ライって人が一番強い。クズハ奈良家より強いの？何使ってんのライさんは。へえ、ダイヤなのにめっちゃ強い。うわ戦ってみてー。ライ昨日ツイッターで対戦相手募集してた。戦いてー。奈良家に勝った。戦いてー。さすがにダルシムで対戦しないよね。キモすぎるだろ。すいません戦ってみませんかダルシム。俺が相手だったら切れるわ普通に。はっ、何こいつ。そうなんだよ、ダルシムの嫌いなところその1、別みんな戦わなくていいかなって思ってるところ。ダルシム、いや違うんだよ、ダルシム対策はいらないんだよ。だってカジュアル大会でダルシムが出てくることなんてないんだから。配信者で使ってんの俺か天帝フォルトしかいないんだから。別みんな対策しなくていいんだよ。ないもん。すいませんダルシム対策したいんですけどって言われたことないもん。別ダルシムと対戦しなく、クズハカップでダルシムがいるならまあわかるけど、いねえのにダルシムで対戦お願いしますわ。もう希少すぎるだろ。チョコ戦ダルシム使ってる人いんの？でも俺無理だよ。ダルシムのコーチングをダルシムネガティブなしでやれって言われて無理だよ。でしょ、このキャラ弱いでしょって絶対言っちゃうもん俺。ダルシムコーチング一言目ダルシムやめましょう。キャラ変えた瞬間いなくなるアリケン。すいませんダルシムのコーチングお願いします。いやじゃ まあダルシムで勝つためにはじゃあ何がいいか、ダルシムをやめましょう。終わり、俺のコーチング。まあ SFL あるときちょっと同時視聴していこうかな。まあ、あとちょっとしかないけど。まあ、それか、なんか1時間ぐらい対戦する？なんか1時間ぐらい対戦するか。うーわ削りか。いやー、もったいないな、俺のもったいないな、ちょっと。やるね。さすが1800。さすがにまだ足りんか。1800に勝つほど。いや、ちゃんとインパクト返さないとな、SA。狙ってんだけどね。インパクト押しちゃったわ。楽しい、モダン。
うぅモダン強ぇモダン強ぇ打っちゃダメだな。めっちゃ上手くなってんけど。うわインパクトじゃなかったな。オーケー。そうやな。いやうめえ、めっちゃうまくなってんだけど。めちゃめちゃ上手くなってんだけど、ゾイがやるね。強くなってんね、みんな。やっぱモダンだよ。インパクト、ドライブラッシュ全部止められたらこのゲーム終わる。うわ当たんね。はい、竜最強。うわー詐欺飛びだよな、ちゃんとな。撃っちゃったー撃っちゃったー、くそーくそー、いいショ、いいぶっぱされたな。読み切らんとな、あれな。やっぱモダンの中で一番やっぱ勝てる見込みがあるのはキャミーだな。やっぱ相手の弾とかに対して SS、あのね、竜はね、SS3 がもうちょい強かったらマジでな、いいんだ、いいなって思うんだけどな。Here we go! やはりキャミ、やはりキャミ。くぇアムネジアやらせてーなー、減りすぎ。やっぱモダンの方が強えよ、モダンの方が。何が JP かて、モダンの方が強えわ。はい、じゃあね、一旦終わろうかな。じゃあ一旦
バイバイ。